今日午前8時ごろ、福岡市博多区千代にある2階建ての住宅から火が出て全焼。隣接する3軒にも燃え移り、外壁などが焼けました。画面奥の住宅からは煙が上がっていて、あたりには焦げ臭い匂いが充満しています。2階までボーっていう風に、犬が中にいるからって言って心配してあったので、もしかしたら中に戻られたのかなと思って。火事の後、全焼した家に1人で住む50代の女性と連絡が取れないということです。警察と消防が火が出た原因を調べています。